はい、ケント・ギルバートさんという方がいらっしゃって、YouTube ではよく見ることができると思うんですよね。で、僕が子供の頃は「世界丸ごとハウマッチ」という大橋巨泉のプロデュースなんかちょっと分かんないんですけど、大橋巨泉という人がね、昔いましたけれども、クイズダービー、さらにバイトが言ってね、やる人がいましたけれども、あと田尾安さんも今 YouTube やってますね。ドラゴンズから西武に行って阪神。で、こういうのはね、僕はいいと思うんですよね。失ったものが YouTube にあるというのはいいと思います。